っといただきます。はい。今回は本年第1回目の国と地方の協議の場であり、地方に関わる重要な政策課題についてはこの場を活用し、皆様の声をよく伺いながら進めていくことが大切であると考えています。安倍内閣においては子育て支援や介護の拡充、働き方改革など重要な政策課題に取り組み、一億総活躍社会の実現を進めてまいります。国と地方が一体となって成長と分配の好循環を加速させるためには、人材への投資による生産性向上が重要であり、これを成長戦略の中心に据え、骨太の方針の策定に向けて取り組んでいます。地方創生については戦略の中間年にあたり、新展開を図るため東京一極集中の是正に向けてしっかりと取り組むとともに、地方公共団体の意欲的な取り組みに対し、両方面、人材面、財政面から引き続き積極的に支援してまいります。また地方分権改革についても引き続き地方の発意による地方のための分権改革を確実に推進してまいります。本日もこれらのテーマについて地方の率直なご意見をいただき、それらを踏まえて政策に反映させていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。